ぞ。今日は池袋にやってきました。池袋駅って何回来ても迷うのは僕だけでしょうか。とりあえず東口35番出口付近に行ければよし。行きたい店があるので、そこまでなんとか無事に到着したいのだ。はい、到着。こちらです。ベトナムハノイの方の名店オーティンの日本店。ポスターだけでも超絶うまそう。店内は通り沿いの階段を降りた地下。開店時間に到着したらすでに10人ほど並んでいました。どんな方が出てくるのか楽しみだな。まずは食券を買いましょう。メニューは牛肉の方のみ。トッピングはあったよ。今気づいたけど、卵、スープ付きって何。前に並んでた兄さんが大盛りを買ったので、僕も負けじと真似してやったぜ。店内、日本語じゃない言語が結構飛び立ってました。卓上はこんな感じ。秘伝のチリソース、ニンニク酢、ドクマム。ハノイのフォーティンは小さな店ながら1日2500人が訪れる名店だとか。調味料の取説を熟読しながら塔を待ちますよ。至福の時ですな。店内ベトナムっぽいよね。多分だけど海外気分が嬉しいね。きたきた、なんかすごい。ライムもいただきました。めちゃくちゃパワーのある見た目なんですけど、通ってもっとさらっとしたイメージだったからね。真っ白い米麺がツヤツヤでうまそう。そしてネギがたっぷり。切り方が独特でシャキシャキ感が出てるね。牛肉も柔らかそう。ではいただきます。最初にスープを一口飲んだはず。動画撮れてないじゃないか。すっきりして爽やかなのにコクがある。あっさりしているのに後引くうまさ。そんなスープでしたわ。そんなこんなで麺食べます。麺は柔らかいけどどことなくもちもちした食感。牛肉いってみる。ネギもいってみる。牛肉もやはり柔らかくて食べやすい。ネギは麺と一緒に食べるとシャキシャキ感が増して激うま。ちょっとここでライムを絞ってみる。わお、いい香り。
食欲が増してくるね。うまい。調味料を入れてみよう。秘伝のチリソースから。ニンニク酢も入れちゃう。ニンニク大好き。入れ放題って嬉しいよね。これはうまいに決まってるね。そして最後はよく揉む。これでスープがより濃厚になるはず。調味料を直接スープに入れまくってますが、レンゲに食べる分だけの麺を取って、その上に調味料を乗せた方が良かったみたいです。スープの濁りが防げるとか、食べてから知りました。泣き。スープはこんな感じになりました。チリソースが効いてうまい。もう一回入れちゃおう。チリソースが猛烈にうまいんですけど、入れすぎたかな。かなりがっつり系の方に仕上げてしまった。でもこれはこれで僕が非常に好きだな。調味料で自分好みの方にできるのはいいね。ごちそうさまでした。いいんじゃない。あれれ、もう終わっちゃうの。じゃんけん始まるよ。じゃんけんぐ。ご主人様、明日はどこへ行きますか？